しょ。来たってもう来たから。前回町井は鉄を切り裂く斬鉄剣を披露。木材の上に置いた鉄パイプ、これを上から日本刀を振り下ろし裁断するという。怖い。総勢38名の芸能人が見守る中、世紀の挑戦は行われた。その神業にスタジオは興奮のるつぼ。スーパースローカメラの衝撃映像でさらに大興奮。すると淳が、こうなってくると、はい、もっといろんなもの切れるんじゃないかとやっぱ思っちゃう。あれ切れないですか、あの鉄板みたいなの。なんと今度は鉄板切りを要求。町井はやってみましょうか。鉄板切ってみます。苦笑いしながらも快諾、ということで今宵侍が公約通り鉄板を切る。斬鉄剣第2弾鉄板切りにチャレンジしてもらいます。用意したのは厚さ 0.4 ミリの鉄の板。このチャレンジで難しいのは刀の角度。振り下ろした刀の手前が下がれば鉄板は向こう側へ、逆だと手前にたわむ。すると刀は抵抗を受け止まってしまうのだ。刀を振り下ろす速さ、角度、力加減、全てが揃わなければ鉄板を切ることはできない。果たして侍は鉄板を切ることができるのか。いきます。この辺ですかね。あ、この辺に刃こぼれは一つもないです。刃こぼれ全くないですよね。すごい。わ、すげえ。じゃあスーパースローの方準備できたら。見た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 。うわあ！神みたい。水面みたいになってる。すげえ。かっこいい。綺麗。うわ。これめっちゃかっこいい。ちょっと待って。いや、すごいよこれ。